7と来たので比べてみました。ナレーターのバリエーションがあったので、それについてちょっと話していこうかな。新人オーストラリア人ですね、2人いるんですよ。一番音声に関してコスパがいいのは5になりますね。さあ、始まりました。もちゃチャンネルです。さあ、今回ですね、届きました。これ。はい、公式トイックリスニング&リーディング問題集の7ですね。最新刊です。はい、私の好きな青色になっているわけなんですけどもね。ここの、そう、回答のね、字って青なんですけど、それと合う感じになりましたね。で、まあ、やっぱり公式問題集って新しいものからやれって言われるじゃないですか。やっぱだから5、6、7と来たので、比べてみました。公式問題集をどう比べたんだっていうわけなんですが、まあなんで新しい方がいいのかって言ったら、まあ難易度とかね、形式はいくら同じであってもですね、やっぱり新しいパターンとかですね、よく問われるようになったところとか、そういうところが違ったりするので、日本人ってやっぱ1から買いたがるので、1、2、3、4って集めてたがるんですけど、まあ後ろからやった方がいいってで言われるわけですよ。でまあ今回ね、リーディングセクションのね、音声もダウンロードできるとかっていう風になってね、すごい、どんどん進歩してきてますんで、やっぱね、トイック業界売れなくなって、これ高いんで3000円。税抜き3000円ですから、だから他のね、本と戦えなくなってきちゃってはいるので、いろんなことをね、やってるんですけど、何を比べてみたかっていうとですね、音声比べてみました。567、ぶっちゃけ、どれがお得なんだっていうのをね、研究しました、音声。やっぱ公式の強みっていうのはですね、その問題が素晴らしいっていうこととですね、まあやっぱ本番と同じ問題制作機関が作ってるということで素晴らしいのと、やっぱね、音声がね、本物のナレーターであるっていうのが強みなわけですよ。まあだから様々なね、模試ってあると思うんですけど、どんだけ頑張ったって同じナレーターは使えないわけですね。英検とかだったらできるんですよ。日本で作ってる試験なんで、ナレーター同じなんですよ。教材の人と本番の人同じっていうのが可能なんですが、どこで撮ってるかもわからないし、まあアメリカかなんかなんでしょうけど、もしはどうしても本番とは音声が違ってしまうので、やっぱその点ここ有利なんですが、ナレーターをね、まあ今新旧交代が起こったりしているので、古いものでやってしまうと昔のナレーターさんになっちゃうので、チェックしたんです。この567に出ているですね、新ナレーターたちのバージョンを全てチェックしました。そしたらですね、意外と新しい3つ567でもナレーターのバリエーションがあったので、それについてちょっと話していこうかなと思いますね。だ5が出たのが2019年の6月ですね。でこれが2020年の2月で、これが2020年の12月。まあ1年に1個ペースだったのに、1年に今年は2つ出たんですよね。でその音声のバリエーションをねチェックしました。で最初ね、届いて、これサンプル問題ついてるじゃないですか。サンプル聞いた時に、あれオーストラリア人が古い方だって思って、ジョージとかね、業界で呼ばれてましたけど、音質の悪い人でボソボソ喋る人って言って、それがサンプル問題の音声やってたんで、えマジかって思ったんですけど、本編聞いたらね、違った、別の人がやってたので、なので本番と照らし合わせながらちょっとね、誰なのかっていうのを言っていくんですが、まあ先にも結論から言うと、もちろん全体としてやっぱり最新傾向を測りたいんだったら7なんですけど、音声で言うんだったらおすすめはですね5なんですよ。それがね、理由があるので説明していきますね。で聞いてみたんですね。こう聞いたらですね、まあアメリカの人は一番古い人、1979年からずっと音声やってる人のアメリカ人女性ですね。あ、そうか、まずそれ知らない人も多いと思いますから、トイックっていうのはですね、アメリカ人女性、カナダ人男性、イギリス人女性、オーストラリア人男性のこの4つの音声があるわけですね。でそれぞれやってる人、これ変わんないです。性別と国はもう全く同じですので、なんでそのパターンがあるわけですが、これはですね、アメリカ人が旧昔の人ですね。ただ昔の人でも、今でもこの間受けたテストもこの人だったんで、未だに活躍してるって感じですね。でカナダ人男性も旧ですね、昔からいる人で、イギリス人女性は新しくなってました、真の方の人になってました。でオーストラリア人男性ですね、サンプルの時は古い人だったんですけど、実際の問題の方では真になってました。新しい人になってたんで、っていう感じのですね、こういう感じのオーストラリア人ですね。なんでアメリカ人とカナダ人は昔からいる人です。だから全然昔の公式問題集でも聞いて慣れることができる。でイギリス人とオーストラリア人のその新しい人になれたいっていうんだったら、これは使えます。で6なんですけど、6の方はですね、7と同じでアメリカ人とカナダ人は9です。昔からいる人でした。でイギリス人が真、
新しい人ですね。で、オーストラリア人が新しいんですけど、別の人です、これとは。新人オーストラリア人ですね。二人いるんですよ。こっちの方が紳士的な、ふぅふぅふぅみたいなね、喋り方をする人なんですよ。あんまり聞きやすくないって思う人もいると思います。昔のオーストラリア人の喋り方に結構ちょっと近いかなっていう感じで、こっちの方がまだ聞きやすいから、うぅぅぅぅぅみたいな感じのね、全然わかんないですね、これでね。音声流せないのがすみません。ということで、この2つを比べるとオーストラリア人が違うんですよ。2パターンの新オーストラリア人になります。で、じゃあなんでこの語が音声で言うんだったら一番いいかっていうとですね、これアメリカ人女性、シンです。新しい人です。別のアメリカ人女性が入ってます。で、テスト2では前のアメリカ人女性の声になってますね。で、現在実際の本番を受けると両方出てくるんですよ。なんで両方の練習ができるわけですね、アメリカ人女性の。じゃあカナダはどうなってるのって言ったらですね、カナダもテスト1は新しい男性です。新カナダ人ですね。で、テスト2は昔のカナダ人男性。まあ今でも両方出てくるので、だから本番だったらこの両方出てくるので、その両方を経験できる。で、イギリス人女性はっていうとですね、テスト1は昔の人です。旧イギリス人女性です。で、テスト2は新です。新しいイギリス人女性になってますんで。で、オーストラリア人はうーの方ですね、方のが両方やってます、テスト1もテスト2も。ということで、アメリカ、カナダ、イギリスの2パターンの音声が経験できます、これって。だから一冊で音声としては一番得になりますね。まあイギリス人女性はもうほぼほぼ出てこないんですけど、 Q の方ですね。ただまあ若干出てくることもあるので、だから一番得です。で、 IP テストを受ければ前の人の、昔の人の声ですから、だから昔のも聞けるし今の人のも聞けるっていうので、一番音声に関してコスパがいいのは5になりますね。それに対してオーストラリア人の2パターンを経験したかったら、まあ、これも必要になりますね。新オーストラリア人の2パターン目を経験するんだったらこれが必要になりますという感じですね。で、まあ、確かに新しいものからやっていくのが得なんですけど、こいつが音声に関してはおすすめであると。なんでこんなね、テスト1とテスト2で音声変えたんでしょうね、こやつはね。まあ過渡期だったのはあるのか分かんないですが、ただね、実際の前回受けたトイックでも前の人の音声も入ってるんで、新人がこのまま定着するのかと思いきやそうでもなかったので、もしかしたらですね、やっぱ新人ダメだっつってですね、前の人のを使おうってなってたのかもしれないし、前の人のは、まあ、トイックってリサイクル問題あるんで、リサイクル問題のとこだけ昔の人で、あとは新になってたのかもしれないです。あ、でも、アメリカ人女性は前回受けたトイックで新しい声の人いなかったですけどね、旧昔からの人が全部やってましたからね。ということで、結構ですね、本番の音声に慣れたいっていう人よくいて、声聞くんですけど、その人におすすめなのは、一冊しか買う余裕がないですって言ったら、5がおすすめだなっていう印象でした。はい。まあ、こんなことをね、考えて多分選んでる人なんか誰もいないと思うんですけど、はい。音声をちょっと調べてみて思ったことでした。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.